どうもかげやんです今日はですねわ、えー、かるとは分ける作業ということについてお話しさせていただきたいと思いますよくね、えー、言葉でこうわかったとかねわかるとかこういうふうにこう使うと使うことがねあると思うんですけどもわ、えー、かるというのはこう分けるっていうこと 分けるる作業ととといいうことになななんじゃないかなとでどこまで分けるかっていうことになってくるんじゃないかなというふうに思います。例えばね体のことが分かるっていうとこれはいろんな分類がありますけどまず一つのこう例として言うと体のこう部分体が分かるっていうのはまず体っていうもんがあるっていうことが分かるっていうレベルなのか例えばここは頭。 こここは腕とかねうういで分けていってそれが分かってるっていう状態あとそれを、えー、筋肉でまず見るとする筋肉で見ると、えー、例えば上腕二頭筋上腕三頭筋とかありますよねそういうふうにこう分けていくという形ですよねそういうふうにこうどこまでこう分けるか。 えー、あの分かるかっていうのはだからどこまで理解するかどこまで分かるかっていうのはどこまで分けることができるかっていうことが言えるんじゃないかなというふうに思います。だからその分かったっていう言葉っていうのはねそう簡単なもんじゃないというかそんな簡単に使えるもんじゃないかなと。そ、まあ、そこまでその 神経質に考えて分かったって使う必要はないんですけども、えー、分かったっていうのは基本的にはその分ける作業ということですね。で分けていってどこまで、えー、自分で分ける作業をしていくか、えー、そういうことでこう理解していくかっていうことですね。だから自分がどこまで掘り下げていくかっていうかねそういうことが、えー、分ける作業というふうになりますと思います。僕はそういうふうに思っております。だからね、えー その分かったっていうのはねどこまで分かってんのかなっていうところもあると思うんですよね。うん、だから僕はそう簡単に分かったっていうか分からないというそんなに分かってないっていう状態が多いそのいうことの方が多いように、えー、僕は感じております。ということで今日は分かるとは分ける作業についてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます